はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダービルドのデラックスパンドラパネルです。はい、2017年11月11日本日発売の仮面ライダービルドに登場するのがパンドラパネル、うん、このフルボトルをこうセットできるパネルだね、うん、はい、これが発売されましたので買ってみました。はい、早速開けてみましょう。うん、よいしょ。おい、ピザみたい。はい、こちらがパンドラパネルですね。うん、もうちょっとねグレーかと思ったらグリーンですねこれね。うん、うん、これがあの火星で発見されたパンドラボックスの一部ということなんだね。うん、割とちっちゃい。うん、これが消防車フルボトルだね。そうだね、ちゃんとここに消防車描かれてますね。うん、でこれはテレビ本編でももう登場してるんだけど、うん、ハリネズミとベストマッチするやつだね。ようやくこれでこのハリネズミが保管されたわけだね。でこのパネルなんだけど、ここにロックパーツがあって、それを上に上げて、こっちは下に下げる。うん、でここにそれぞれフルボトルを入れていくわけだ。うん、一応勝ちってなんない。勝ちってなんないの。うん、あ、そうだね、こんな感じでベストマッチを両側に揃えるってのが一応見本かな。そうだね、それをこうロック、これで落ちないわけ。うん、そういうことだ。ロックしてこんな感じか。なるほど、一応ねこう持つところがあるからね。あ、火星で発見された場合にはなんかちゃんと使い方が考えられてるね。うん、でうちはいつもねこの棚に仮面ライダー系置いてんだけど、入る？入らない。あー、入らない。斜めにしたら入るかな。でも斜めにするとずり落ちちゃいそうだもんね。うん、フルボトルって言ったらね、このフリフリアクション、あ、これが気持ちいいってのがあるんだけど、パンドラパネルの方でやってみたらどうなりますでしょうか。うるさい。じゃあ最後に消防車フルボトルベストマッチで聞いてみましょう。素だった、イエーイ。はい、ということで、あとねこの保管されていないのは掃除機フルボトルだけだね。うん、これはこちらのビルドフォンにライオンフルボトルがついてるみたいなので、これで保管されるね。うん、ビルドフォンの動画に関してはまた次回やりたいなと思います。はい、はい、ということで今回は仮面ライダービルドのデラックスパンドラパネルでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。